どうも、去年に引き続き、出させていただきました乾匠役の半田です今回の映画における匠というのはちょっとね、まあ、登場の仕方もそうなんですが、なかなかあの謎めいたといいますかね、あの登場の場所でああいうセリフを言って、でも最後生き残っている、これはどういうことなのかなっていう、なかなか含みを持ったそういう役どころだったんですが、でもですね、まあ毎年ねこういうふうに仮面ライダー毎年と言いますが、去年で、ね、引き続き呼んでいただいて、自分の中で乾匠という役がいかに大事な存在かというのを再認識したそんな作品でありますから、これはですね、引き続きね仮面ライダーがどのように進化して、また4号なかなか面白い展開になっていると僕も思いますので、そちらの方もですね、お見逃しなくよろしくお願いします。ダディー、はい、橘作也の天野光成です僕も撮影をしててすごい楽しかったですはい、はい、よろしくお願いします。いつかに来たの、いつかに来たの、昨日切りました、昨日来たの。辻島キリコ役の内田理央です。あーすごい毎回思います、すごい人だなって、はい、ありがとうございます。今回まあ言えないことがたくさんありすぎて、こう今何を言ったらいいかとても複雑なんですけれども、アクションがたくさんあってカーアクションもあって、私も飛んだり飛んだりのニュアンスがそう、ちょっとまた難しいんですけど、私も飛んだりとかなりいろいろなことが起こってる映画になったと思います。いや、私もこの間あの試写を見てきたんですけれど、本当にヒロインとしてもそうだし、あの一人の人間として仮面ライダーを応援したくなりました。はい、皆さんも応援するのは当たり前です、バディですから応援するのは当たり前です。はい、応援 してるイングです。はい、あのイング系です。よくわかんないけど、かわいいので許してください。現在進行形で応援してます。皆さんもこの映画を見て仮面ライダーを応援してくださると嬉しいです。今日は短い間ですがよろしくお願いしますっていうか、私が出たのは分かった分かりました。どの部分か、昼カメレオン弱いでしょうねえ、あのアフレコの時に、まあ、声入れですよね、後でうっとかおっとかやられるとこですよ。攻めるよりもあっって痛がる方が多かったんですけど、あれ見てて思ったね、俺このまま出ていったのかと思った、このまま、そのぐらいジレンマがありました、一回声入れる前に、声を入れる前に映像を見せてくれるんですよ、ダーッとね、はい、初めてだったんですね。映像を見せてくれて、その映像の中に昼カメレオンがこうやってやってるんですよやってましたね、こうやってやってるんですよ、これ何と思ったのね、でも聞く必要はないと思ったから、はい、そのまま流してたんです。ということは、あのセリフというのは台本にはなかった、なかったんですよそれはあの動きをされるとついてしまう、勝手に出やがったんだよ、気持ちよくやらせてもらいます、はい、ここのね、上歩いてこう来ると、僕も何百試合かやってるんですけど、全くこの風景がね、後楽園ホールですねまさに南側のお客さん、ね、はいはいはい、あのスター誕生の時に芸能関係者が座ってるところですよ、ね、そう上がりましたんとか、ね、そうあと仮装大賞ね、あ、そうですよね、客席ですよ私の話は終わりです、どうもありがとうございました。半田君最高のキャラクターだよ、はい、いやいやいや、ホテルと喋るんで、あ、どうぞ喋ってください。あの半田暴走しなくていいよ、はい、失礼しました、頑張ってます。この次喋りづらいですけど、また言っちゃおうかな、みんなただいま
6年前にですね、仮面ライダーディケイドでダブル変身をしてから、また、倉田哲夫が南光太郎をやれば日本の特撮ファンは元気になると言われ調子こいてまた頑張っちゃいました。本当にね、脚本の段階からですね、僕の、南光太郎らしいセリフとですね、柴崎監督の熱い演出をしていただきまして大変満足しています。ただ一つ心残りは、ミッチーと一緒に今日あの絡みたかった。あ、それだけですね。本当にね、恐縮しますけれども、はい、あのとても、いい映画になると思います。みんな、これからもね、いい映画だったよっていうことをあの周りの友達に伝えてあげてください。これからも仮面ライダーをよろしくお願いします。ありがとう。ミッチー、いや夢って叶うんですね。40代にして幼い頃の、そして俳優を志した頃の夢が叶いました。皆さんこんにちは。仮面ライダー3号黒井恭一郎、及川光博です。いやもうね、もう撮影現場ではもう皆さんがその先輩ですから、僕にとってもう新人ライダーですよ。皆さんが先輩、まあ、高田さんは別として本当にね、勉強になったし、あの驚くほど皆さんいいやつばかりです。竹内くん、まっすぐですよ。そして爽やか、さらに背が高い。稲葉くんもね、そうね、そう、背高いですよ。久々に見上げて芝居してね、悲しいと平成の肉体、昭和の肉体です。まあ本当にみんないいやつで、勉強になりました、うん、アドバイスもいただきました。そして何よりも、監督はじめスタッフの皆さんがライダー愛にあふれていると、いや感動と、驚きの、連続でしたね。思い出深い作品です。この、スーパーヒーロー対戦グランプリ仮面ライダー3号、僕の、キャリア半生の中でも年表があるとしたら大きな字で書きたい作品です。どうもありがとう。